また繋がってた。あ、はい。じゃあ、おはようございます。おはようございます。はい、お願いします。はい。よろしくお願いします。はい、本日は、2021年の10月24日ですかね。日曜日、朝7時迎えました。つづらぐもおかげさまで、462回目ですかね。462。はい。はい。ありがとうございます。連日放送をご視聴いただきありがとうございます。本日はですね、ちょっと出張で出先からちょっと放送させていただいておりまして、オンラインサロンアマテラスの方ではですね、ちょっと本日 YouTube からのご案内とまたさせていただいております。また、ちょっと後半のワークはですね、すいません、ちょっとその関係でお休みで、また今日、毎週日曜日、定期的にワーク今させてもらってるんですが、それは明日か明後日またちょっと振り返りさせていただけたらと思っております。はい。ではですね、今日は胆力を持って、ということでお話、僕が日々感じてることをですね、お話し進めていきたいと思うんですけども、僕今、つづらぐも法ではちょくちょくお話しさせてもらってる英語をですね、勉強して、今、英語が話せるように、日々ですね、勉強してるんですけども、それをするにあたって、この胆力っていうものを、これはですね、中村天風がよく、6つの、心が大切だっていうことで、冒頭、つづらぐもの一番最初の方で説明させてもらってる胆力。これを僕自身の中で感じてるものをですね、ちょっと発信して。で、また、こう自分の信念を貫く、自分がこういう人生歩んでいくんだっていうところにあたり、この胆力っていうものが非常にこう役立っているので、ちょっとお伝えしたいなと思うんですけども、英語を勉強するにあたって、単語をですね、結構覚えてるんですね。で、単語を覚えていくにあたって、結構一回でもちろん覚えればいいんですけども、その一回見ただけで、単語見ただけでですね、その、パッと、じゃあ一生忘れないのかって言われたら、そんなことはさらさらなくて、何回も何回も、2回も3回も、で、また、覚えにくい単語と、覚えにくい単語と、覚えやすい単語があったりして、もう本当にですね、こう、もう、英語勉強して3ヶ月ちょっとですけど、なかなかですね、思った以上にはですね、覚えれないんですね。で、覚えれない時に、自分の中で、こう、信念持ってですね、もう、何回も何回も本当に繰り返し繰り返し覚えれなかったらまた次でやっていくんですけど、やっていくとですね、どうしてもこう、覚えれない自分が、こう、なんで覚えれないんだってこういう感覚になる瞬間もありまして、で、その時に、姿勢をこう、整えていったりとか、呼吸を整えていったりとか、自分の中でやっているんですね。で、そうすると、こう、気持ちも体もリセットされて、ゼロから、その、ストレスフリーな、こう、真っ白な状態でまた覚えていって、で、また覚えれない単語が出て、わーってなって、でもやっていくうちにだんだんそれさえも覚えていくということなんですけども、これは僕の、中での感覚でして、この胆力っていうのはもう本当それの、なんていうんですかね、繰り返しっていう一面と、ある意味ですね、こう、陰陽の関係で、わーってなった時に、こう呼吸を整えた時に、はっと一個気づいたことがあって、それは何かっていうと、その瞬間、こう、諦めるというか、手放すというか、なんかそういう感覚が同時にあるんですね。覚えていくっていう部分と、その、一旦こう真っ白な心身をそういう状態にしていくっていう、
そういった別の面と、あ、ちょっと両方なんか違う相反するようなんですが、両面からのその自分の中でこう、弾力一つ見たときに、そういったものを、つい最近、あ、なんかこう、覚え、継続して繰り返しやっていくんだけど、どっかでこう、自分の中でこう諦めて、もういいや、みたいな。その瞬間、こう、真っ白になっていける。で、そうすると、何がいいかっていうと、すごい楽な状態が、ちょっと、できる。その瞬間できるので、結果、その長続きする。これですね、中村天文の言う、冷静心という部分も、とも、すごく僕の中ではリンクしてまして、冷静心っていうのは、宇宙の Wi-Fi がっていういつも表現言うとこなんですけども、こう真っ白な状態になったときに、こう、なんていうんですかね。冷静心であったり、阿波能であったり、そういったところがね、同時に自分の中では感覚を感じてまして。で、それが結果連続していくので、こう、自分であって自分じゃない、こう、インターネットが繋いでるわけなので、自分なんだけど自分じゃない部分も、みたいな、その、そういったこう、言葉で表現すると、そういう感覚なんですね。で、そうするとこう、以前の僕だと、まあそういったこう、冷静心とかいう感覚がない時に、もし多分英語を勉強してたら、ああ、なんで覚えれないんだ、嫌だ、嫌だ、ああ、っていう状態で、なんか気持ちがうまく切り替えれなかったりとかしてたので、結果長続きしないという、ことにもおそらくなってたんじゃないかな、なんて、そんなことを思うんですね。なので、もう、冷静心を発動して、阿波能をしっかりこう、発動させながら、まあ今日の話は英語の一つの例ですけど、それ以外でもですね、いろんなところで、こう、細く長くこう続いていける、また、自分、なりたい自分が皆さんそれぞれあるとしたら、それに向けていく一つのこう、結果それが一番の近道だったり、まあ、長続きして、まあ朝のこのつづら雲もそうですし、なんかね、そういったところがすごくリンクしてるな、なんて、ついこの頃思うんですね。まあ今日はそんな感じで自分の感じてる弾力っていうのがまたちょっと深掘りしたところで一つ感じさせていただいたので、皆様に、シェアさせていただきました。ありがとうございました。では横山さん、ピンセットすいません、お願いします。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい、弾力っていうのは物事に恐れず、臆せず、驚かない気力、動じない心、胆力。物事に対して怖がったり、尻込みしない気力や度胸のことです。失敗を恐れず、勇敢に挑戦する精神を指すこともあります。はい。まあ、胆力ですね。こう、まあ、中村天風の心身統一法の中で、人間のその根底の力を養っていきましょうという話の中で出てくるんですけども、やはりですね、そのまあ積極的にこう物事を選択していくという前提の中で、積極で生きていくといかにいいことにつながるようになるか。消極になっちゃうと、その、まあ、いつも言ってる負のスパイラルといいますか、まあ、空回りだったり、なんかちょっとついてないなっていう流れだったり。でも、まあ、人間そういう、基本的に積極的にか消極的かという選択の中で、積極っていうのを潜在意識にすり込んで、こう選択するっていうベースもあるんですけど、それプラスアルファ人間のこのバイオリズム、運気、流れ、
こういうのもね、やっぱ実際存在するんですけど、この運気の流れを赤玉にすると、ここのラインがプラスマイナスのラインだとしますと、消極的に自分の潜在意識が消極的になっているバイオリズムっていうのは、運気の下の方にこう波を作っちゃうんですよ。こうやって。運気の下の方に波を作っちゃうんですけど、赤玉にしていくと、このバイオリズムのこのプラスマイナスゼロのラインよりも、上でこう波を作ることができるんですね。この波の周波数帯が上か下かっていうところで、上に作ることができる。そうすると、なんかちょっと最近運気が悪いなじゃなくて、自分がいいな悪いなじゃなくなってきて、今は自分の内面を見るときだ。今は勉強するときだ。今は本を読んだり、自分を作るときだ。今はもう外に出すときだっていう、内と中の問題になってくるので、どっちもね、心地よくなるんですよ。今はそのことを動かすときじゃないけど、中を整えるときだから、すごい集中して、本を読めるとか、勉強できるとか、習い事をするとか、まあ、そういうことに使って、有意義ですよね。で、それが今度実が出て、実になってですね、外に発信するっていう時は、やっぱそれはそれで楽しいし。でもその消極的、まあ弾力のところにもあるんですけども、そのね、まあ継続する力というのもそうですし、何か物事を始めるっていうのもそうなんだけど、こう恐れてしまう。ちょっと臆病になってしまうっていうのは、なんで臆病になってしまうのかっていうと、自分のやったことのないゾーンに入り込んだり、ちょっと失敗したらどうしようかなって、想像を膨らませて、躊躇しちゃったり。大概まあそういったこう妄想が膨らんでることから、良くないことを想像して、そこにならないようにやらないという判断をしてしまう。まあ、良くないことの想像を膨らませるっていうことはね、よく、まあ、しがちなんですけども、まだこう、やってもないことを想像して、失敗することを自分の中でピックアップしちゃうっていうのは、まあ、ちょっともったいないというか、無駄というか、妄想が暴走してしまうという状態。その妄想も、大概妄想ってね、実体を捉えてないんですよね。虚像とか、まあ、実像、上下左右、逆転しちゃってたり、実物より大きく見えて、そこの中で妄想って膨らましてるんですよ。実体を捉えていたら、割とね、そんなに恐れることじゃなかったりすることが多い。山も遠くに離れてれば離れてるほど大きく見えて険しく見えるんですけど、近づくと山は見えなくなって普通の林とか、まあ、木々の連続ですよね。石とか木とか自分の歩く道の連続になって山というものは見えてこないんですね。目の前の一歩一歩しか見えてこない。なんかそういうもんで、ね、なんかこう躊躇しちゃう、無駄に虚像が大きくなっていっちゃうっていうのは、まあ遠くから見てるときはそういうふうに見えてるだけで、実際行ってみるとその一歩一歩をやるだけのことっていう、まあそういうね、からくりがあるんで、実際だからまあこのつづら群法もですね、その、まあ、継続するというところで、やる前っていうのはすごい40年って言ったら、40年なんてって、とてもとてつもなく大きな山に見えますよね。人生の半分の。すごい大きな山に見えるんですけど、
実際こう中に入ってみると一日一日をやるだけ、一日一日30分ぐらい話すってそんな大したことないんですよ。実は誰でも話毎日するし、毎日来るし、そこの中で30分話してるだけっていう大したことないことを続けるっていうのがね、山に見えてる。毎日毎日一歩一歩ですよね。だからこう何かにこうやり始める積極性を持ってですね、こう臆することなく始めちゃって、始めたらそれを続けるというこの継続をしながら、まあちょっと失敗を修正しながらですね、やっていくっていうサイクルを作っていくと、それが積もり積もって大きなものに自分の自信になったり、何かの結果に結びついたりっていう、まあそういうことを起こしてきますよね。流れがこうできてくる。今日の胆力っていう話はですね、とてもすごい大事なんですよね。まあ、度胸に似た感じですよね。何が起きても尻込みしたり恐れない精神力、これは何が起きても恐れたり尻込みしないって結構現代人は少ないかもしれないですね。この病気もそうですし、病気というものは確かに体を蝕んできついのかもしれないんですけど、それに対して必要以上にこう恐れを膨らましちゃうとか、まあそういう現代人を見たら、まあ中村伝風とかそれよりも前の人たちは、胆力ねえなっていうふうに思うんでしょうけども、まあそこら辺をですね、しっかりこうやっぱ作るっていうのも、自分の中をしっかりこう内面を見て、こうあやふやでこう揺らいでるとですね、胆力って出ないんですよ。自分の中の自信も湧かないし、胆力も出ないし、精神力も出ないし、自分のことも好きになれないし、この生きてるということが楽しめない。それはね、よくこう、やっぱり辿っていくと、わかんないんですよね。自分って何なのか、自分って何者なのかっていうのが分かってない。そこがすごい揺らぐ原因になるんですよ。胆力が出ない原因にもなってくる。これは、つづらぐ方でもいつも言ってるように、心と体というものは道具で、その道具を使って自分の心が、魂というものが、宇宙の気体という、気体である自分のね、魂、宇宙の一部、それが自分の体と心を使って、この生命という自分の人生を送っていくんですよという基本。その基本がないから、心に疲れちゃったり、自分のこう中がもう、捉えられずに揺らいじゃって、すべての自信もなく、胆力もなく、精神力もなく、まあそういうところにこう、すべてなくなっていってしまう原因になる。だから根本のですね、まずそこの自分の心と体というものは道具、この世界を生きていく道具なんだよっていうことをしっかり自分の中に落とし込んで、魂というものを、その玉をですね、磨いて毎日生きていく、まあ、そういうことをしていくと胆力というのも徐々に徐々にこうついていって物おじしなくなってきますし、自分の中に芯ができるので、そうするといろんなことに積極的な方向につながると、まあ、そういう流れになるというのをですね、今日はお話しさせてもらいました。はい、じゃあ今日はこのぐらいにしていきたいと思います。じゃあ誓いの言葉いきましょう。はい、誓いの言葉、誓いの言葉、今日一日怒らず恐れず悲しまず、怒らず恐れず悲しまず、正直親切
愉快に。正直、親切、愉快に。力と勇気と信念と思って。力と勇気と信念と思って。自己の人生に対する。自己の人生に対する。責務を果たし。責務を果たし。常に平和と愛とを。常に平和と愛と。失わざる立派な人間として。失わざる立派な人間として。生きることを。生きることを。自分自身のおごそかな。自分自身のおごそかな。誓いとする。誓いとする。知らんけど。知らんけど。寒い？いや、ちょうどいいですね。寒くない。寒くないですね。あ、気持ちよさそうですね、朝はね、海は。そうですね、中村天風もよく本に書いてますけど、こう、なるべくこう、肌にね、風が当たるように。うん。で、この皮膚っていうのを介してエネルギーの交換してるんだっていう、まあ、そういった話もありまして。うん。気持ちいいですね。まあ、秋の空ですね。なんか、もう日もでもちゃんと昇ってね、7時で明るいね。そうですね。はい。今、日の出はだいぶ短、遅くなってるからね。はいはいはい。朝7時のつづら雲スタートの段階でも結構明るい、うん、朝ですね。これからもうちょっと遅くなってくるけどね。そうですね。12月。当時向けてちょっともうちょっとあれですよね。はい、はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。はい、じゃあ感謝の水をして終わりにしたいと思います。はい、はい、はい、乾杯。はい、今日の胆力ですね、これね、なんか面白いんですけど、その物おじしないっていうのはね、結構その現代人はね、そこちょっと弱いところで、僕は例え話で言うとですね、昔、自分の息子の名前を考えるときに、姓名判断の本を買って、こう調べてたんですよ。そしたら自分の付けたい名前が、カイトっていうんですけど、長男は。海を渡るって書いて、横山、カイトって書くと、どうしても自覚が悪くて、その本とかなんか調べ、何冊か調べてると、全然いいこと書かれてない。だったらこの自覚を良くさせるために、名前漢字変えないといけないなと思ったんですけど、こう、ちょっと2、3日悩んで、で、ふっと思ったんですね。もういいや、自覚悪くてもいいから、つけたい漢字つけようと思って。その漢字をつけなかったんで、その時は。だからもう自覚悪くてもいいや。もうあとは自覚悪かったら自分の人生ちょっと自分でしっかりやってくれって思うわって思って、その時自覚をもう悪いの知ってて感じつけちゃったんですよ。そしたらある時数年経って、どっかの姓名判断の人に息子の自覚見てもらったら、この海という山水は、本当はこう流派があって、姓名判断も。この、いつもだったら十何画で読むんだけど、うちの流派は何画で読むんで、全然意味が違ってくるんですって言って。って、生命判断そうなのと思ってですね、その時は。うちの流派ではこういうふうに読み解くんで、何画なんで、この画数は素晴らしいんですって言われた。悪いと思って、まあ、しょうがねえやと思ってつけたら、後になったらうちはこうなんで、こう、それは素晴らしいんです。結局ね、いいって言われたり悪いって言われたりすると揺らぐんですよね、人間。
風水だってこの方角はもうダメなんで、まあ、あなたこれはだからもう本当ダメですよ、こんなんじゃもうこのうち病気になっちゃうし死んじゃいますよってこう面と向かって言われるとね、えってなるんですよ。じゃあどうすればいいんですか。あなたにはもう霊がついてるから。え、霊がついてるんですか。じゃあどうすればいいんですか。この空気清浄機を変えなさい。この空気清浄機を買えばこの霊を浄化してくれますって、空気清浄機で買わないといけなくなっちゃいます。そしたら空気清浄機がない時代はどうしてなんだっていうね。なんかそういうこう揺らぎをついて名前を変えろとか角度を変えろとかこれを変えとか、そういうふうにされちゃうのっていうのは自分がこう揺らぐからなんですね。だからさっき言ったこう弾力っていうのをつける、弾力っていうのをつけるには自分っていうものが何なのかっていうのをしっかり理解して、そこをねしっかりこう芯を持つと、変なこと言われてもね揺らがなくなりますよね。あなた霊がついてるって言ったって俺につくはずないだろうってなるんですよ。俺に霊がつくはずないって思っちゃうし思えるんですよね。まあ、まあ僕はですね、今岩倉とかも行ってますし、なんか自分でそんな低級な霊なんてつかないってもうしっかりこうできちゃってるんで、霊がつくって言われたって何言ってんだよお前っていうふうに逆になりますけど、やっぱそのくらいこの弾力っていうのは自分の自信っていうところもあるので、本当にその自分に自信が持てない人っていうのは、まあそういうので言われるとね、ぐらっとすぐ揺らいじゃって、まあ何でもこういうこと聞きたくなってしまうという、まあそういうことにもなりますんでね。この弾力っていうのは、まずは自分の中をしっかり整える。そうすることで、もう物怖じしなくなるし、自分の中のしっかり自分っていうのを捉えられるようになるんで、いろんなことが、どんなことが起きても、まあ乗り越せるというね、ことにもなりますから。だからもう本当にね、この神経過敏症になっていろんなことに恐れ怖がり考えすぎるっていうのはね、いかにこの足元を救われるかっていうね、まあそういうことにもなるんじゃないのかなっていうふうに思いました。はい、それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思いますので、皆さんも良い一日をお過ごしください。それではまた明日。